アリア勲章を受賞したジュニア世界選手権自転車競技大会の個人追い抜き2回団体追い抜き1回優勝1994年コモンウェルスゲームズの個人団体の両追い抜き優勝1995年世界自転車選手権団体追い抜き優勝1996年アトランタオリンピックでは個人追い抜きで銅メダルを獲得 1998年、フランセズで銃と契約を結ぶ。2000年、ジロで、イタリア初出場。2000年、シドニーオリンピック個人追い抜き銅メダル。2001年にツールドフランス初出場。2002年、ツールドフランス第7ステージを制覇。また、同年の世界選手権及びコモンウェルスゲームズの、個人追い抜きを優勝。 コモンウェルスゲームズの個人追い抜きでは3連覇を達成。2003年、ツールドスイスで一勝。同年のツールドフランスプロローグを制し、マイオ・ジョーヌを主中にする。2004年、ツールド・ロマンディのプロローグ勝利。同年のジロでイタリアでもプロローグを制して、マリア・ローザを主中にしたほか、総合成績も8位と検討。そしてアテネオリンピックでは、団体追い抜きで、 金メダル、個人追い抜きでは、銀メダルを獲得。2005年のブエルター・エスパーニャにおいて、マイオーロを獲得したことで、オーストラリア国籍選手として、史上初めて全、グランツールで、総合主位を経験した。2008年、チーム CSC に移籍。2008年シーズンを最後に現役を引退。ありがとうございます。